今日も元気に ENLISTED やっていくよ。まずは双号戦車に乗っていこうと思うよ。ちなみにアップグレードみたいなとこで3号戦車が開発できて、本命やんって思ったんだけど、レベルアップしないと3号戦車は使えなかったよ。アップグレードはそれの改造に使うコストとかが下がるだけだったよ。ファッキュー。一人称視点で戦車動かすのは難しいね。こんなちっちゃい穴から覗くしかないよ。どうせ小銃弾くらいしか防げないんだから全面ガラス張りにしてほしいね。じゃないと、こうなっちゃうよ。一発くらい耐えてくれたっていいのよ。アヒン？一体何の悪いことをしたというのだ。でも銃弾を食らっても包帯一つで元気に走り回る兵士くんも十分すごいよね。環境は人を変えるんやなって。ロシア軍の戦車がいるね。同志諸君、北の大地は寒いだろう？これでも暮らして温まるんだな。熱い、黒パンになっちゃう。ライ麦畑で捕まえて、いい感じで燃え上がってるね。困るドットみたいだ。ちなみに熱傷面積の推定には9の法則が使われてて、全身を11分割してそれぞれ9として考えるんだけど、11×9 だと99にしかならないじゃん。残りの1はエインズ、つまり決まるとなんだよね。我々の正規は独立身分である。ふざけんなパンガマごときが。さっきの戦車が生き残ってたから手榴弾で鉄くずにしようと思ったけど、うまくいかなかったね。まったくロシア兵は撃たれずよって困るよ。恐怖を感じる遺伝子でも欠如してるのかな事実。ちなみに世界で一番恐怖遺伝子を持ってる人種は日本人らしいね。何の驚きもない。相変わらずエイムはクソゴミナメクジだけど今回はそこそこ当たってるよ。まるでオートエイムでも使ってるみたいだ。無慈悲。ライフル兵でこんなに頑張ってるのに味方は後退してるね。もう頼まないので突っ込んでって終わろうと思うよ。無慈悲。敵戦車が目の前にいるけど手榴弾がないので何もできないよ。引く手を。我が軍隊は約1秒でほぼ全滅してしまったよ。舐めやがって。だから攻撃で一気に食いようと思うよ。砲兵さん頑張ってね。無戦手はこんな感じで砲撃支援を要請できるよ。でも一度に砲撃できるのは2箇所が限界みたいだね。米軍とか使えばマップ全域を非の海にできるのかな？無線使えるなら攻撃だけじゃなくて増援も呼んでほしいな。HQHQ こちらパトロール。敵の襲撃を受けている至急増援を送れ。増援は出せない。現状の戦力で対処せよ。処分。最近全然やってないけど、メタルギアさんはマジで神ゲーだよ。どんくらい神ゲーかというと、義務教育に採用してもいいくらいだよ。仲間たちの灰で、ダイヤモンドを作れ。うえぇ。ここももうそろそろ限界かな？物ども撤退じゃ。アヒン？戦車でリベンジしたいと思うよ。102敵戦車を発見。ロスケの戦車など蜂の巣にしてくれるわ。テテ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 。全然効いてないじゃねえか、ふざけんな。正面取れば抜けるか？テテ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 。ドイツの戦車は世界一いい。できんことはなーい。あとはこの辺で敵を足止めしようと思うよ。味方の航空機も支援してくれてるしね。航空機ももらったから乗ってみたんだけど、一人称視点しかないからクソむずいね。爆弾降下なんて急降下爆撃しても勘で当てるしかないから無理無理。水平爆撃なんて当たるわけないね。味方の戦車も来てくれたみたいだね。流れ変わったな。あれよ。まあそんな簡単に流れは変わらないね。おっとそんな集団で視界入っちゃダメだよ。教育的指導。こんなに頑張ってるのに全く敵の勢いは落ちないね。ついに最終ラインの川を渡る奴が出てきおった。もうダメかもわからん。
少ないので撤退するよ。どうやら敵の接近を許してしまっていたみたいだね。もう無理ぽ。いいや、まだだ。この泥船から脱出できればあるいは。まだだまだ終わらんよ。どうせ終わるなら敵中に切り込んで終わってやる。ふふ、俺はいつだって傍観者よ。だが最後にロスケの首の一つや二つ、戦国の宝石と操縦手に持ってってやる。怒りの欠点を食らえ。俺の目が黒いうちはこの橋は渡さないと。オラ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 、俺の勝ち、なんで負けたか。はぁ、ここが戦場地獄の一丁目一番地だろうが。何このクソゲー、反転攻勢も認めないゲームなんて初めてだよ。うえぇ、いよいよ試合も大詰めだね。まあこの数は厳しいけど頑張るよ。え、ゲームじゃなくて勉強頑張れって？ゲームも頑張る、勉強も頑張る、両方頑張らなくちゃならないってのが学生の辛いところだなぁ。もう敵は目と鼻の先にまで来ているよ。もうここはダメかもわからんね。しかし我が軍はここから脅威の粘りを見せる。なぜわかるかって？録画した素材が半分以上残っているからだ。軍隊員は残り1名、これより突撃する。あーん。やっぱり狙撃するのがカッコ当たらないけど一番楽しいよ。あー、遠くからちまちま倒すのたまんねえ。ところが接近戦になると、ご自慢のスコープが何の役にも立たない。スコープの下のアイアンサイトも使えるし、第二武器も使えるんだけど、敵を目の前にしてそんなの無理。それでもなんとかぶち抜いていくよ。スコープが邪魔で補弾板が使えないから、一発ずつ込めていくしかないね。近い近い、気づくといつも最前線にいるんだよね。俺はいつだって突撃手よ。あいや、地獄絵図みたいな試合だな。これでも食らえ。今気づいたけど軍隊のみんなは全滅してたね。朝王？川上？いないのか？こうして彼は今日も一人マウンドへと向かう。うえぇ、さてどうせ負けだから最後っぺで砲撃でもかますべよ。この辺かな？おあつらえの狙撃場所があったから狙撃していくよ。わーい、戦車だ。戦車が良さげな位置に止まってるね。じゃあ第一球、投げた。美しい放物線を描いてストライク。あーっと、しかし気にせずに機銃を乱射している。ロシアのエンジンは火炎瓶すら燃料としてしまうのか困惑。ついに拠点が敵の手に落ちちゃったね。これはもうダメかもわからんね。かっこ3年ぶり3回目。こんな状況だけど裏取りしようと思うよ。網の穴から包みも崩れるってね。ファイヤー。邪魔、邪魔。あと40人くらいならいけそうな気がしてきたよ。だいぶくらい来るなんて、いい武器使いやがって許さん。まずい拠点を防衛する味方が手薄だ。それでもせっかくだから俺はこの赤い扉を選ぶぜ。当たんないぜ、そんなロシア製の軽機関銃なんてよ。あひん？なんて数だ。なんでアトレーニンなのに試合が終わんないんだよ。おかしいだろ。うえぇ、なんか負けてて草も生えない。ご視聴ありがとうございました。